はい、こんばんは、和弘です。今日はですね、ここに、リンゴさんのところに、表参道にある、リンゴさんのところに、まあアップルですね、できたんですけど、まだ天月の方がね出てから、まだ1週間も経ってないと思うんですけど、こちらですね、iPhone天月の、アップル純正のシリコンケースですね。で、色がネクタリンって言うんですけど、まあオレンジっぽい色ですね。それを、わざわざアップルストアまで行って買ってきました。まあ今日雨降ってて、すごい面倒くさかったんですけど、まあ一回ちょっと、町田のヨドバシも寄ってみたんですけど、まあこの色がなく、ちなみにヨドバシに行った時にちょっと iPhone XS の状況をちょっと見てきたんですけど、普通に在庫ありましたね。XS の方は、大体ほぼ、スペースグレーがちょっと少なめでしたけど、ゴールド、3つとも64でも2ゴロでも、512でも普通に、予約なしで買えますっていう感じで表示が出てましたね。店員のお兄さんも、看板を持って在庫ありますよみたいな感じで言ってたので、やっぱりどっちかというとですね、MAX の方が、売れてるみたいで、 MAX の方はほとんど在庫切れになってましたけど、僕が持ってるこの、XS のゴールドですね。これ表面は、全面オーダープの保護ガラスを、もう貼ってあるんですけど、ですね、まあ前回の動画で言ったこの108円の転用のやつなんですけど、これを何日か使ってたんですけど、やっぱりですね、転用のだと転月には合わないんですよね。このカメラの位置が微妙に違ってて、まあ中には合うケースもあるみたいなんだけど、まあアップル純正も転用のだと XS 用にはつかないみたいなので、その辺気をつけてください。あとですね、この保護ガラスなんですけど、上のこの切れかけのところが、なんていうんですかね、追わないタイプとかもあるんですけど、僕はこの全面覆うタイプのやつがいつも好きなので、セブンの時とかも、全面保護タイプのやつをつけてたんですけど、そうですね、ケースによってはもしかしたら干渉してガラスが浮いちゃう可能性があるんですけど、多分アップルのケースの場合は、多分大丈夫だと思うので、あとガラスが微妙にずれて貼られてたりすると、ケースによってはこう干渉してガラスが浮いちゃうかもしれないですね。多分僕これぴったり貼れてるので多分大丈夫だと思うんですけど、これからちょっと、つけてみます。ここですね、この緑のところをから剥がして中身を出す感じですね。で、出すだけですね。はい、っていうことでね、ケースをつけたんですけど、やっぱり XS 用なのでカメラのところもぴったりですね。一応保護ガラスの方も浮かないで、ついてるみたいですね。で、まあいつも通りなんですけど、サイレントのスイッチのとこだけ穴が開いてて、音量と、まあスリープのスイッチは、覆われてるタイプで、後ろの方が、開いてる、タイプになってます。で、まあこれ開いてるのがちゃんと意味があって、マイクの方はちゃんと、むき出しになってる方が、まあ電話するとき、通話のときに音がこもらないようにするために、アップルのはここが開いてる作りになってるみたいですね。で、やっぱりですね、ここガラスなんですけど、これ全面覆うタイプなんですよね。ここ上も全部覆ってて、下も、全部覆うタイプなんですけど、やっぱり物によっては、アップルのケースでもやっぱりガラス浮いちゃうみたいですね。僕は、ケースつけてもガラスが浮かないっていうタイプの方を買ったので、なんか若干サイズがちょっとちっちゃいのと大きいのがあるみたいで、大きいのだと多分ほぼほぼケースつけると、浮いちゃうみたいですね。なのでその辺ちょっと気をつけて買わないと、ガラスが1枚無駄になるかもしれないですね。で、色なんですけどね、これ多分映像だとちょっとオレンジっぽく見えると思うんだけど、実際
肉眼で、まあ、明るいところで見るとちょっとサーモンピンクっぽい感じですかね。ちょっと微妙な感じの色なんですよね。アップルストアだとちょっと結構、僕が行ったところは地下にあったので、ちょっと薄暗くて、お店ではオレンジっぽく見えたんだけど、実際昼間明るいところで見るとちょっとピンクっぽいですね。で、あとちなみにこれ純正ケース結構お高いんですけど、あんまり耐久性は良くないですね。多分1年持たないんじゃないかな。新品のうちはここサラサラしててすごく肌触りがいいんですけど、だん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 この表面のサラサラしてる部分がこう剥げてきちゃうんですよね。で、まあ特にこういう周りの部分が、まあ手で一番触るところですよね。そこがどん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 剥げてきちゃって、残念な感じになっちゃうんですけど、まあ2年使うんだったら3つぐらい買わなきゃダメかなっていう僕のイメージですけどね。で、あとレザーの方はレザーの方で、剥げたりとかはしないんだけど、1年もしないうちに、まあ手垢で真っ黒欠陥になっちゃうんですよね。まああれも革なんでちゃんと手入れすればなんとかなるのかもしれないけど、普通に使ってると汚い手で触ったりとかしちゃうと真っ黒になりますね。もう赤だったのがもう黒いケースなんじゃないかっていうぐらい真っ黒になります。結構何人か見たんですけどみんななってましたね。なので僕はいつもシリコンの方を、シリコンの方がまあ若干安いので、まあそれをまあ何回か買い替える感じですね。まあ今日は、アップルの純正シリコンケースの紹介でした。よろしければチャンネル登録と、いいね評価をよろしくお願いします。ではまたねー。